美味しそうなカレーいただきます。うぅやっと俺のチャレンジ終わる。俺の周りで名称を展開するな。じゃあカレーはいらないよ。ご飯ランチタイム。ついに来た。ついに来た。何がギアゼロだ。ギアゼロ。ギアゼロがついに来ました。セカンドとかでもなく、はい、何マンギアゼロはスリープマン。眠たいだけだよ。ギアゼロスリープマン。ギアゼロだな。結局なんかちょっといくもんね。いいよ、これ持ってっていいから。気持ちいいよ。はぁーって言いながら。ポッケでもいい、ポッケでも。おにぎりしてあげるよ。それかワイプにする、また。もうやめてよ、ワイプは。回復やつ、コナミやつだし。俺マジ笑ったな。まあ、俺もつまんなかったというか、別に特に何もしないんだよな。特に何もしないを選んだ。東京の家から、東京の家以外に泊まった日はない。出てなかったよね。そうだね、よう行ったな、ハワイって。そうだね、すげーなと思って、ね、ガンガンだった。全然行けたよね。まあ楽勝だね。自然に帰ってこれた。連絡来たもん、なんか東海前の子たちハワイいるのみたいな。レバルもいるなら会おうよって言われて。へー、誰だ。あの、普通の地元の先輩がハワイで暮らしてるらしい。ハワイ暮らしいるんだね。なんか異世界だった、久しぶりの海外。あ、やっぱそうなんだ。確かに。なんだよ、いつからあれか。でも向こうとかマスクしてないからさ。すごいよね。すごい新鮮。ノーマスク生活。でも日本もなんかついこないかな、なんか発表しなかった。もう屋外もマスクつけなくていいよ、まあ、そうは言ってもむずいんじゃない。むずい。高齢者多いしさ、日本は。なんか結局人のいないとこでだったら外してもいいんじゃないですかって言い方になるじゃない。日本人真面目だわ。円安がすごかった。お、結局なんか経済回ってないとね。それはそれで後々大変だろうな。なんか買ってきたじゃん。俺はそんな買い物はしてないのに。年光が張り切ってたけど。すごかった。一日1、3グラス心でさ。いやマジで、その2日目だけ逃したんだよな。ビトン入ったからね。珍しく。ビトンのサングラスってつけれるやつある？あ、なんかもうモノグラムがバーって反射してこっちからは普通みたいな。ちょっとつけてる。もうこんなんハワイでしかつけんじゃんってすごかった。ハイブランドのサングラスってつけれるやつないよ。変だよね。もうほんとセレブみたいな。ボケだもんね。旅行だとつけれるよね。旅行だと余裕だったね。だって全身緑でありじゃん、私も。あっちハワイ視聴者めっちゃ増えない。いやもう日本人マジでいない。あ、今いない。今いない普通に。ね、結構だって日本行って帰って3回検査してるからね。証明書とかも必要で、向こうでも病院行かないといけないし、あとゴールデンウィーク普通に高いし、なんか普通の人たちはあんま行こうと思わないんだろうから。ちょっと前はさ、ハワイってもうほぼ日本だよみたいな感じだって言われてたけど、最近だともうアメリカになっちゃったっていう感じだし。でもそれその通りマジで日本人少なかった。まあ時期は時期だと思うんだけど、日本人の沖縄みたいな。アメリカ人のハワイ。でも日本のゴールデンウィークが終わった瞬間にポッって日本人がねスポーンしてきて、もう日本人急に見るようになったなと思って。多分飛行機安くなったりして、ちょっとずらしていくってことだからね。それは本当に目に分かるよね。高え、本当のハワイ高い。高いんだ。ん、飛行機いくら？ビジネスで70万弱ぐらい。わぁ、高いよ。高い高いなって思いながら行ったもん。ちゃんと気にしてられなかった。そう、気にしてる場合じゃない。高い、行かなきゃっていう気持ちが強すぎて。使命感。それぞれさ、友達に社会人がいるやん、普通の。うん、俺の友達の社会人と違う。毎回驚いてんだけど、なんでリワイはあいつだって、なんなの。いや、わかる。でも、俺の大学の連れももうつい昨日ゴルフ行かん、ゴルフ行かんっていうラインが動いたのね。で普通に結婚式だったごめんっつって、その後についたのが貧血やだもんさ。もうなるほどな。岩井は確かにすごいって思う。中学の同級生普通にお小遣い3万とかさ。結婚してないもん俺ら。ああ誰も。にしてもでもすごい、ね、にしてもじゃない。
何でかんだ10万払っていってるの。いや、うん、俺らだけビジネスは。ああでもエコノミー高いでしょ。エコノミーもまあ高い、ね、20万ぐらいかな、うん、いないよ、家の20万普通だよ。で、向こうでのね、出費もあるわけだからね。うち、周りにサラリーマンがいないからさ、公務員とかサラリーマンとかそういう人がいないから意外と弾ける。でも、ベッパー現地で10万円のじゃんけん、飯初日のじゃんけん負けて、マジで頭抱えて払えって俺が立てかけたからね。ちゃんとそこはじゃんけん毎回ヒリヒリしてて。じゃんけんはビビビビだな、さすがに。めっちゃちょうど似たようなやつだったな。うちの住民も脳みそ焼けてるやつしかいないからさ、サイコロ持ってってさ、まずユニバに着いて、サイコロ持参なんだ。サイコロ3つ持ってってユニバのタクシー降りた瞬間に、タクシー代誰が払うっていう、その俺が払ったやつの立て替えで誰が払うって言って、もう青空チンチロしようっていう。好きだなチンチロ。青空チンチロすんな。一番目の弱いタクシー代ね。じゃんけんでいいんだから。でもビジネスだったらハワイあんま遠くないなと思ったの。気のせいです。なんか7時間ぐらいですよ。ちょっと寝て。時間は変わんないけどね。楽さ的に。楽さ的に。うん、まあね。だって日本で夜の飛行機乗って普通に一晩飛行機寝れたらね。お疲れ様。そうね。あんま時差ボケなく。時差ボケなかったな。みんなで海外旅行じゃなくて、いや海外合宿で、ね、行こうよ、行きたいんだけど。海外合宿向こうで、どうぞ。普通に向こうで、こっちでやることは向こうでやっても多分新鮮ないんだけど。向こうで、こういう感じで行くよ。海行った方がいいよ。海外行った方がいいと思ったよな。神休みはハワイの気持ちができてくる。あ、そうなんだ。日本人多そう、神休みになってると。いや、神休みは土平日じゃない、俺らの。神休みは行こう、確かに。神休み今、あれだ、確か、そのユニバ行ったようなメンツで、うちの脳みそやった連中と、パラダイスシティ行って、カジノに全投資した後に、で俺は別でハワイに行くっていう。一人で？一人じゃねえよ。あ、今度は一人じゃない。日本、韓国、ハワイっていう移動をしたいっていう希望。日本、韓国、ハワイ、遠そう。ハワイがいいのかな。単純にハワイ。いいよね、でも。ちょうどいいよな、ハワイ。再来週ラスベガス行こう。そうよ。なんで？何番でも1日だけ。すごっ。なんか、こういうやつがあるらしくて。こういうやつ。こういうやつがあるらしくて。ドゥ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 って。1日だけ行けるの？パッって。もういらないの？パッ、確認。パッって帰ってくる。確かに。ラスベガスどうなんだろう。あ、そう、3回打ったら OK。 へえー、アメリカはじゃあどこもそうなんだ。結局帰ってきて検査またすんの、うん、そのさっきのそう現地でやって72時間以内に帰国のをやって帰ってきたらスムーズだよみたいな感じで気持ちできたらもうスムーズに帰れる。そしたら飛行機から全然降りれんくて、もう全然降りれえなと思って15分ぐらい経ったら降りて検査するからみたいな感じになって、で、検査したんだけどなと思いながら、でまた唾液取って、あの本当にあの溜めるやつね、あが思いながら、ガーって今度出すやん。そしたらもうマジであの空港のさ出発ロビーみたいなあんな感じの椅子がめっちゃあるとこに着くわけ。めっちゃ人いんの。一番そこ人いんだけど、でちっちゃいモニターが1個あってそこに番号が出てくるの。で自分の番号が出てくるまで検査待ちです、うん、待つんだけど、それがね、長い。病院めんどくさいね、あれは。えと思って、みんな余談書き出してると、そのあの選挙みたいな感じでこうやって書くみたいな感じで選挙もこうやって立ちながら、でちゃんと線溜まってないと、あのちょっと余談臭そう、そこハワイで病院行って、証明書持って日本に入ってきてもう一回行くからね。でも俺、中国の大抵と間違いないんだけど、中国は1ヶ月らしい。どういうこと？隔離やばっ、やばすぎ。ミスだよ。でもそこで、羽田だったんだけど、そこで陽性が出たらさ、どうなっちゃうんだろうなって。どうなっちゃうんだろうね。いやみたいな。終わったわ、とりあえずって2週間ぐらいはなるんだ。だからどっかホテルに連れがれるんだろうな。うん、ああ、アパホテルは貸してるのね。普通しんどかった、いや検査受けたやんみたいな気持ちになっちゃうね、どうしても。まあね、気持ちできたね、うん、
あれはね。なんだいけんな、海外は。陽性です。ゆうちゃんさん。うん。これは、陽性の仕業です。あー、違う違う、俺のとこじゃない。陽性さん食っちゃっていい。陽性さん食べなくちゃ。ソファー座ったら、おしまいよ。もうおしまってんの。なるよ。もうずっとおしまってんの。時間かけてもいいから。頑張って進んで食べよ。僕たちは出ちゃう、食べ終わるまでずっと待ってるから、ずっと見てるからさ、多分噛み休みになるよ。終わりのビジョンが見えなすぎる。めっちゃ喉感じたな、休み。まだ撮影じゃないんかい。いや、2秒だったな、撮影の。瞬きしたら終わったね。いや、6秒ぐらい終わったな、俺。もう、マジでハワイから帰ってくるのが辛かったもん。マジか。笑っちゃうんだ、この俺、日本に帰ってハワイアンカフェ行ったら朝起きて、昨日撮影じゃなかったの。普通に、なんでって思った。あー、でも、昨日、なんか撮影の気持ちでいて、うん、月曜日の深夜に、お、明日撮影ねえんだってなって、何しようって試写会行ったからさ、芝居と芝居も、終電で帰る気満々だった。でも、明日撮影ないよって言ったら、え？ってなってる。イエーイって言ったもん、俺。終電めんどくさくない。終電めんどくさくないね、確かに。でも来週発表の準備大変な企画進めたでしょ。あれ、1ヶ月待った。伸びてない、伸びてないよ。伸びてないっすよ、3ヶ月かけてんだもん。3ヶ月かけて集大成を来週発表あれだよ。1ヶ月伸びたの。伸びてないよ。だと思うだね。違うよ。お前だけは絶対許さないからな、出すことは。行ったから、そこで。お前、パワーで採用するんだったら絶対時間守れよ。昨日、本当は研究日だったのよ。で、夢丸と一緒に行こうって言ったら、夢丸が着きそうな時に、なんか急に前輪がふーんって曲がって、で、なんか意味わかんないところにいて、なんか間違えてたかなと思って。まあでも別にこっちの前輪見ればわかるから、いいやと思って、中いるね、みたいに言ったら、15分ぐらい経った後に、なんか夢丸の LINE から、夏美です、二日酔いで行けなさそうです。はい。本当にね、ゴールデンウィークだからちょっとはしゃいじゃってしまった。だからそのあれだ、さっき言った明日全然ないじゃんってなって、で、徹夜と予定入ってたから、あ、まあ別に軽く飲んで行けばいいや、まあ行けるでしょ。9時半に MK 集合だからさ、別に早くない撮影とさ、でも撮影とそんな変わらんぐらいのメンタルやん、めちゃくちゃ飲んじゃう。あ、朝の9時半そうそうそう、飲んじゃう。で、朝起きて、でも行こうとして、奥さんの車乗ってこうやって横になるわって言ってたんだけど、着くぐらいでもう無理だ、もう分からんっつって、もう降りなかったもん。どんだけ飲んだの。1ヶ月か、その物とか。まあなんか改めてちゃんと研究した結果。違う、それが1ヶ月前にやるんですよ。先月やばかったよ、ちょっと。だから3ヶ月かなって。前ヶ月やばかったよ。いやずっと嬉しいよ、とかよ。やがらさ、やっと来たと思って、チャンスだと思って行こうとしたら、やばかった。気づいた。じゃあ、てちゃん食べ終わったら、終わりますか、たぶちゃん。そうね、うん。じゃあ、最後言っててください。いや、本当にこれがあるから全然話弾めらない。最後、一口で。いや、もう、本当ないと思って弾んじゃって。こんぐらい重いの、今。どんどん弾んじゃって。最悪な飯でも、今、これ。どんどんまずくなってってるよ。腐敗してくんないかな、はい。クジムシが全部くっついてる。もういい、やめろって。同じことよ。どうすんの、今負けてたら、これ。どうしてたんだろうね。ね。でもなんか、まだこの二人は、哲也に怒れるやん。ちょっと、お前ふざけんなよ。そうだね。お前のせいだよって。無駄な量を作るんじゃないよって。自分。お前だけは負けちゃダメやん。だから普通にふざけたかと思ったもん。これが最初できた時。なんかもう、勝ちに行ってるやん、みたいな。なんか真剣だよ、真剣。真剣トゥ満剣ですよ、これは。真剣満剣だ、出た。あー、マジで。パンパンだ。もうダメだ。終わっちまった。俺のターンが。もう、お弁当箱ですか？タッパーだ。お弁当箱か、まあ、スタッフさんたち、土下座とか。挨拶前行こうかな。挨拶まで参考もらってきてどう思われる。ちょっとポケットあんまり入らなそうだしね。これはもう近いね。あー、一回帰ってでかいポケットに入ってこい。ワークマンに買ってきて一回ポケットついてるやつ。こういうとこにも入るやつ。そうそう、ここにもあるよ。フィッシャーマンジャケットみたいなやつ。
ぎゅうぎゅうにしてこう。皆さん、僕の料理一食ずついかがですか。よかったら。でもカレー食べたでしょ。せいせい。カレー食べちゃった。言うの遅いな。一口ずつ食べたって一口ずつ食べたって3割5分残るぞこれ。一口ずつを2周してもらえませんか。挨拶回りだ。施しを受けていただけませんか。天使の施しだ。ちょっとすいません、あのカメラの都合上ね待つことになってしまうんですけど、もし よければどうか。今日フードファイタープンがいないから。プン、プン、いや、プンいたんじゃない？いた？いた、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 どこいた？どこいた？じゃあいいじゃん。いさきさん、来てき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 た。後輩呼べばいいじゃん、後輩。ファイターさん、ちょっと、もしよかったらリップどこいた？ちょっと、せっかくなんで来てください。散髪したことだし。散髪してますね。ゴールデンウィーク何してたんすか。今、カレー食っちゃったんです。いや、まあまあまあ、それも込めて。してるな。プンさん、鉄次郎食ってまだ食えるって言うんでしょ。鉄次郎が昨日満腹焼きました。怪物だよそれ。え、鉄次郎からの満腹。いやいや、あの晩ご飯。どちらにしろ。え、これどれに食って食えなかったの。これ美味しいやつです。バッコリ二口。あ、これどんぐらい。いや、もう自由自由自由。逆にお願いしたら決めたのか。あ、そうか。4口。あ、これで。これだよね。5口。え、イクトはどこ行った。脱走。いる、いる。あ、いたよかった。潜めた、イクト。バレないようにしてる。息を潜めてた。でかっ。かわいそうに後輩。一口でかっ。うわー。美味しい、美味しいですか。美味しいです、美味しい。そっか、味は美味しいんだ、これ。雰囲気で作ったら、いい感じだった。マジのパン盛りなだけなんだ、これが。うわ、早っ。すごい。うわー。すごい、豪華。でかいなぁ、この子。これでガンテちゃん頑張ろう。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス、ナイス。後輩くん。後輩くんはどこだね。徹夜の後輩くん。いいと。見えてるよ。嫌だ。嫌だ。あれまた反抗して。あ、ケツバットにしよう。ケツバット対決の、ケツバット対決なんじゃない。ケツバット一発で一杯。ケツバット一回で一杯いっちゃうんじゃない。だったら時間でいいよ、もう。後輩くん。いや、まずくはないらしいよ。普通に色が。いや、だから色、よくあるやん、この色は。お前、親父の店にサイン書いてやったろうが。つい最近。かしら。あ、それめっちゃ感謝してました。だろ。親父の店に。どうだ。親父のこの思いを背負って食いたまえ。何回。それはもう親父の思い分だよ。親父の感謝の思い分だよ。親父のこれ分ね。めっちゃ感謝してたんでしょ、親父。それがどんぐらいか知りたい。親父がどんなに感謝してるかが今からいい人が体験してくれた。いや、もうマジでポンポンだよ。カレー食べて。俺しかもダイエットするし、野菜からだったし。ちょっと喋りに。本当にダイエットの、ダイエット情報とか。いつゴールデンウィーク何してたの？あ、聞きたい。大半もう8割岡崎でした。8割岡崎で、その地元の人たちと日が丘で飲んだりとか、一回静岡行って。じゃあいただきます。一回静岡行ってなんか旅館の。どういうタイミングで。なんで静岡だったの。そこら今気になるのに。友達の友達が旅館を持ってて、その旅館の屋上でバーベキューをしたとか。いいよ。海沿い。海沿いでした。最高じゃん。岩田。あ、岩田。ところの渋いのところの旅館で。岩田渋いね。一個ポツンと旅館があって。岩田渋い。いきなりスナックのママから。知り合いのスナックのママからイクトの写真っていうか動画送られてきて、イクトは今日も楽しそうっていう。どういうこと。同じスナックに通ってんの君たちは。なんか普通にまた知り合いの人がいて、その人のお店にイクトも行くんだよね、たまに。へえ、スナック行くんだ。スナックって言うんだろうね。よくわかんないでしょ。岡崎。岡崎、岡崎。ママがいるの宮でしょ。そう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 。で、他の女の子もいるよっていう。社長さんどうだろう。この辺食ってほしいんじゃない。でもさすがに、いやマジで肉だな。肉だな。米はタンパク質の部分ね。うん、タンパク質の中のタンパク質を食ってくれ。
ダイエット中でしょ。63から57になったんだ。すごいね。うん、顔はちょっと痩せたっぽくない。まあ、ポールっぽいけど。これで太っちゃえ。食べでもタンパク質だから大丈夫。太っちゃったなぁ、ハワイで。ハワイでどういうご飯なんだっけ。ハワイはパワーだったよ。みんな激太りしてた、俺以外。ウーバーイーツ頼めんのよ。あ、うわ、曲夜ね、3日連続ジャックインザボックス。うわ、懐かしいジャッキンね。マジでうまいな。海外の飯が無理で、マジで行きたくないんだよな、海外。あ、飯はまあ日本のうまいけど、別にでも美味しいよ、うん、けどパワーでは。たまにね、パワー引くとうわーってなる。ガーリックシュリンプとかパワーのやつはマジでやばい。でも成田とか気に入ってまた次の国に行ったね。ニンニクご飯なんだよね、あれ本当に。あとウーバーでとしみつが一回ジャッキンっていう、まあ、向こうのチェーン店の肉肉しいハンバーガー頼んでくれたんだけど、英語読めなすぎて一回バンズなしのハンバーガーしてくれて、それがマジでいいね。マジでだからずっとそれ何で言ってんの。俺は意味ないじゃん。そうバンズなしのハンバーガーのさ、あ、ハンバーガーのないじゃん。みんなで楽しみに待ってるんだよ。届いたーって何かニコニコで持ってきてみんなであげて、バンズなしで、箱に、なんていうの、パンケーキみたいにバンズ以外のやつが入ってるの。ターンターンターン、バンザイ取ったみたいな感じで。何これ何これ。何っつってんの。ノーバンズみたいなのチェックに言ってた。わざわざ俊光がノーバンズしてんのじゃん。それもさ、なんかあんま分かんなかったの。そのノーバンズなわけないじゃん。だってハンバーガー頼んでんだよ。何かがいらないっていうチェックかなと思って入れたんだと思うんだけど、それだったけどね、意外とね、新鮮でよかったね、あれは。ノーバンズやばいな。ハンバーガー食ってる日はなかったけど。なんか沖縄の上位互換がハワイじゃん。上位どうなんだろうね。ったまあそうなのかな。沖縄、グラム上位互換ぐらいかな。まあ、でも沖縄、グラム、ハワイか、うん、じゃあ僕そっち方面がマジで羨ましくないからさ、北海道の上位互換じゃあどこ。あ、フィンランドとかあるんじゃない。あ、でも北海道の方がさすがに飯うまくない。飯だけを求めたら日本から出れないから。もうだよね、日本が一番うまいんじゃないのかな。あと僕お風呂入りたいし、うん、ああ、今はあったね、うん、ハワイもあったね。俺ら最終日泊まったとこサウナもあって、お風呂もあったしね。ハワイ中華うまかったよね。めっちゃうまかった ねめっちゃ寒かったよ店内。一番寒いハワイで多分あそこ。マジで一番寒くて入った瞬間に、これ本当にってパッて見たらさ、でかい空調があって19って書いてあるの。19やりすぎだなと思って全員震えてんのか言って、で呼んでちょっと上げてくんねっつったら、なんか多分脚立で上まで行かないと無理ってなって、帰れない帰れないっつって、凍えながらもうハワイなのにあったかいさウーロン茶みたいな頼んで、あったけーお茶だーって飲んではすぐ終わっちゃって、寒いっつって小籠包起きて食って、あったけー寒い繰り返したじゃない。あったかいの頼ませるために寒くてわざと。いやでもね、周り見たら半袖なんだよね。なんかここだけドンピシャ当たるとこ座っちゃって、でもめっちゃうまかったよね。うまかったね。何この飯うまってなった。寒いだけだなこの店はっていう。次の日のピザ屋もめっちゃうまかったじゃん。うまかった。初日のステーキもうまかったじゃん。うまかったね。ハワイうまいとこうまいんだよ。行くとバカみたいに食うな。めっちゃ食ってんね。えらい、めっちゃえらいじゃん。ありがとうな。また行くわ焼き肉焼き鳥や。もういらない。焼肉屋になっちゃった。もういらない。広く行ったら焼肉屋やん。これ今こうあったのこうしたらめっちゃ少なくかかるよ。確かに無水ね。じゃあいけるやん。あと何回言ってほしい。ピラフぐらいだ。パエリアだ、パエリア半分。おお大歓迎。ちょっと大勝負の上。大勝負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 。大掛け。大掛けの大勝負。大掛けのネゴシエーションきた。数字じゃないんじゃない。回数じゃないんだ。全部だとちょっと多いからね。全部はさすがにちょっとボケと思われるもんね。